川崎、ユーロコプター BK117 救助活動に運用される BK117B-2 BK117 は、日本の川崎重工業と西ドイツのメッサーシュミットベルコーブローム社が共同で開発、製造した民間用中型総発ヘリコプター。消防や救急用の様々な拡張装備が用意されており、日本でも多くの自治体が採用している。原型試作機 BK117P5 改造 FBW 実験機川崎重工業では KH-4 や KHR-1 研究機で得た技術力をもって1960年代から7隻クラスの民間用国産ヘリ KH-7 の開発を行っていたが石油危機の影響で頓挫していた。一方、西ドイツの MBB 社では1975年頃から7から10隻クラスの母107ヘリコプター開発を計画しており、両社の意図がほぼ同じところから2年余りの交渉を経て、1977年2月に BK117 の呼称で共同開発が合意された。契約は経費、計画、製作、販売割当からなり、1980年を予定した形式証明取得までは開発資金と開発分担率を50%の両者対等な関係とした。製造に際しては、主要装備品の重複生産は行わず、互いの生産品を輸出し合い、最終組み立ては別々に行うこととした。担当部位は、川崎が胴体、トランスミッション、膠着装置など、MBB がメインローター、テールローター、テールブーム、尾翼、油圧系統、操縦系統などの開発を担当し、メインローターと油圧系統は、MBB が開発した、母105のものを基本としている。エンジンは、ライカミング LTS-101 から650バイトから1を2機搭載した。最終組み立て工場は、ドイツのドナウベルト、日本の各務原市、アメリカ合衆国のコロンバスに所在しており、2010年8月までに800機以上が生産された。1979年6月13日に、ドイツ側で、初飛行、日本でも8月10日に初飛行した。1982年12月9日に西ドイツで形式証明を取得、日本も12月17日に国産ヘリとして初めて日本国内の形式証明を取得した。輸出に必要な米国連邦航空局による審査は MBB 側によって行われ、1983年3月9日に形式証明を取得した。同時に量産型 BK117A-1 の納入を開始し、その後に数々の派生系を製造、エンジンも途中からチュルボメカーリ L1E2 に改められた。2021年5月までに川崎重工納入分だけで180機が生産され、同年6月には181機納入となり、国内の運航事業会社、各自治体の消防防災航空隊や警察航空隊向けとして採用されているほか、アジア各国やオセアニア地域へと輸出されている。また、ユーロコプターによって、ドイツでも販売され、ヨーロッパを中心に500機余りを受注、450機以上を売り上げていて、全世界では1600機以上が採用されている。日本では、エースヘリコプターが導入した BK117A-4JA9696 が、東宝や東映が制作した特撮において登場している。自衛隊を含む軍隊については、日本政府の武器輸出3原則を考慮して、救難、救命を除く作戦運用目的としては、販売を控えてきた。ただし、ドイツ側では武装バージョンも開発されており、胴体下に固定された、機関砲や吊り下げ式のパイロンに、ホット対戦車ミサイルを装備したものであったが、実際には発注されなかった。なお、3自衛隊では、BK117 は運用されていないが、防衛装備庁が、試験計測用に運用している。1997年からは、フルモデルチェンジを行った BK117C-2 の開発も始まり、1999年6月12日にドイツで初飛行、2000年3月15日に日本でも初付用、3月21日に初飛行した。消防防災ヘリコプター、神戸通機体の特徴は MBB の母108と非常に似ているが、こちらの方が一回り大きい。キャビン両側にはスライド式ドアを、キャビン後端に観音開きドアを設置し、救急用や輸送用など様々な顧客要求に対応できる多用途ヘリとした。機体は単純な構造を採用しながらも頑丈な作りとし、操縦油圧、燃料、電源などの重要装備は二重化して、高い安全性と信頼性を確保した。無関節型ローター、ハブシステムは操縦応答性に優れており、高い運動性と操縦性を確立している。また、ローター駆動系統は100万飛行時間を超える運用実績がある。追加装備により、計器飛行方式による運航も可能である。BK117B-2UH-72A ラコタ H145 出展、オールザワールズヘリコプターズ&ロータークラフト、諸元性能出展、川崎重工業 HP、警察庁より、川崎式 BK117 警察ヘリコプターを、受注諸元性能出展、川崎重工業 HP、最新型ヘリコプター、H145、NK117D-2 を販売開始諸元性能出展、川崎重工業 HP、BK117D3 型の紹介諸元性能。ありがとうございます。